イシュトバーン・ロージャベルギー・イシュトバーン・ロージャベルギーは、ハンガリーの陸上競技選手。1960年ローマオリンピックの銅メダリストで、ある。名字の発音はハンガリー語では、ロー、V ロージーで、ロージャベールジに近い。ロージャベルギーは1950年代中盤に、陸上競技の中距離種目で世界をリードした、ハンガリー選手の一人である。彼らは、ブタペストで、 コーチのミハーン・イグローイのもとでトレーニングを行っていた。彼らは優秀なコーチのトレーニングのおかげで、1953年9月には4500メートルリレーで世界新記録を達成。ロージャベルギも1954年のヨーロッパ選手権に出場を果たしている。1955年に1500メートルで、 チームメイトの一人であるサンドルイハロスが1500メートルで、オーストラリアのジョン・ランディが持っていた3分41秒8の世界記録を1秒更新し、3分40秒8を記録。同じレースでロージャベルギは3分42秒8を出している。また、同年、別のチームメイトであるラース・ロー・ターボリも1500メートルで、世界大記録を樹立している。 彼らは翌年の1956年メルボルンオリンピックに向けてトレーニングを行っていた。1956年8月にハンガリーのタタにおいてロージャベルギは1500メートルで3分40秒6の世界新記録を樹立する。しかしメルボルンオリンピックの直前の10月23日にハンガリー動乱が勃発。動乱を鎮圧するためソ連軍による介入が 行われ国内で多数の犠牲者が出るこの事態に大変なショックを受け、十分に調整が行えず、メンタルな面でも不安定となった選手たちであったが、1万メートルでヨーゼフ・コバックス3000メートル障害でサンドル・ロズニョイが銀メダルを獲得。しかし、ロージャベルギは予選で惨敗してしまった。オリンピック後、ロージャベルギはハンガリーに帰国したが、 コーチのイグローイやターボリを含めチームメイトの何人かは帰国せずアメリカに亡命した。1957年ロージャベルギーが持っていた1500メートルの世界記録は破られ1958年に行われたヨーロッパ選手権でも4位という結果に終わっている。1959年にロージャベルギーは自身初となる3分30秒台に突入。 この年の世界ランク1位となるが、オーストラリアのハーブエリオットが1マイルのレースで出した1500メートルの方が記録として上回っていた。ロージャベルギは1960年に2度目のオリンピックとなるローマオリンピックに出場。無敗を誇るエリオット断然優勝候補であった。9月6日に行われた決勝レースは2周を過ぎたところでエリオットがトップに立つと、 そのまま他を寄せ付けず3分35秒6の世界新記録で優勝。ロージャベルギはフランスのミシェル・ジャジに次いで3位となり銅メダルを獲得。前回の雪辱を果たした。ロージャベルギはこの年を最後に国際大会から引退。1962年にはすべての競技から引退した。2012年1月27日、長期間の闘病生活の末に永明。 82二細胞つ、ありがとうございます。